頑張るぞ。声は出せないんだよ。僕が、参戦している、このプロ GTR クラス、このクラスに関してなんですけれど、プロ GTR っていうのは、まあそうですね、ドラッグレースの中で、GTR にのワンメイクの、最高峰の、クラスと思っていただければ、いいと思います。かつては、そうですね、かなり、全国のショップさんが、まあ、ハイランドであったり、富士スピードウェイであったりセントラル、もしくはあと九州のオートポリスなんかで、プロ R の、全盛期にはかなりの台数がいましたけど、まあ、今ちょっとね、台数こそは減ってますけれど、今各ショップさんの、デモカーおよび、ショップさんのお客さんが、プロ GTR クラスで、まあ、参戦してます。セントラルサーキットで8秒前半っていうタイムは昔言うとちょっと考えられないタイムだったんですけれど、今もうだいたいプロ GTR で、勝ちに行こうと思うと、やっぱ8秒前半のタイムを出せないと勝てないような状況に今なってます。もう結構皆さん、タイムも上がってきて、まあ、収束も200後半出て、やっぱこのセントラルサーキットではやっぱ、パラシュートはもう必ず、必需品になってきてます。エンジンは、まあ、通常のフルチューンエンジンですね。 N1 ブロックに、HKS の 86π の単造ピストンにエッジ断面コンロットで、HKS のフルカウンタークランク、カムシャフトが、304度と302度で、ヘッドが、ナプレクさんのドラッグ燃焼室キットに、サージタンクがハイパーチューンですね。でインジェクターが 1200cc ですね。でタービンが、IHI の RX6、TCW77 の P20 を引き掛けで、回してます。で制御は HKS の F1 V Pro でやってます。で最大ブーストは 2.6 キロで、ダイノパックで大体1100馬力で、トルクが110キロですね。メンバー自体はリジットマウントにして取り付け位置を多少変更してます、はい、でアームも、作り替えてます、はい、ボディ、これボディ自体は 33GTR なんですけど、車重が1180キロぐらいなんですよ。まあ32に比べるとドラッグマシーン、他の他のドラッグマシーンに比べると重いんですけど、まあ、33自体はもともと重いので、それをまあ1200キロぐらいまで絞ってでます。で、まあ、外装は全部、リアフェンダー以外は全部ブルードライカーボンで作ってます。で、まあ抜けるところは全部肉抜きしたり、いらない姿勢とかは全部外してます。直線をいかにまっすぐ安定して走らせるかなので、まあ、ウィングなんかもドラッグ専用のドラッグウィング、フロント直線安定性のみに特化したウィングを使用してます、はい、ベストタイムは、8秒256、はい、ですね。仙台ハイランドで出したタイムがベストですね。あ、違う、254です。ここが256です、はい、でもハイランドっていうことは随分前ですか。そうですね、2014年、最終の時にこの車が完成して、で仙台でシェイクダウンしました。仙台で走るために作ったんですけど、なんと完成したらハイランドがなくなっちゃったんです。ちなみに今日の目標タイムはどれぐらいですか。今日はそうですね、まだなんかちょっと本調子じゃないところもあるんで、まあ、とりあえずベストに近いところに持っていければいいかなとは思ってます。
の特徴的なのは、海外製のパーツを使った、仕様です、見ての通りフロントにタービンが来てまして、で最終2000馬力出るような 目標でやってます。でちょっと見たことないような仕様ですけども、国内ではね、そういう仕様で作ってます。いや元のところに入らんですよ、大きすぎて。で別にタービンがここやから有効なことはないんですけど、これは海外の3000馬力とか、6秒台の入ってる車の同じような部品で、どうですね、遊び心ですね基本的には、はいはい。であとインタークーラーも、水冷でして、ここに氷が入ります。でこれで冷やしてですね、パワーアップをするような仕様です。今時3号で、そんなバカなことをするのがおらんで、僕がしようみたいな、そんな発想で始めました、はい。今日もちょっとトラブル続きでですね、初期 の GTR 特有の最近出始めとるハーネス、純正ハーネスとか、純正コントロールユニットの、電源が落ちる症状が出てしまって、でエンジン本体はモーテックで動いてるんですけど、そのトラブルで今回リタイアなんです。一本走ってちょうど3速ぐらいで電源が落ちまして、でその辺もちょっとゼロからやり直す格好になりますけどね、はい。目標はですね、まだ9秒前半、シェイクダウンしか走らなくて9秒前半でですね、で最終は8秒7秒台までは持っていきたいと思ってます。見ての通り、ちょっと頑張って、踏んだらね、フロントのドライブシャフトがね、耐えられなくて、昔なら32とか33とかでよくあった、某有名なチューナーさんとかもいろいろ経験してると思いますけど、ドライブシャフトが折れてこう車が急に一気に持ってかれるっていう、そういう現象に、3号で味わっちゃって、まあ、車は、はい、見ての通り。一応ロードスリッパ入れさせてもらいます。こんなんになっちゃってましたで感じで、精神的にはそれほどめげてないので、間に合えばまた今年もう一回走りに行きたいと思います。でね、皆さん、サーキットでぶつかっちゃったりすると、請求書が来るわけなんですよ。請求書意外と高くて怖いなと思ってたんですけど、当日払うと割引があるなんて言われて払っちゃいました。安心してさっきとも遊びに来てください以上。確か52年か3年の最終型だったと思いますけど、軽量化して、これ全部 FRP です。屋根もピラーも全部 FRP で、ガソリン抜いた状態でだいたい800、6、70キロになってますね、はい。もう全部ファイバーズ、これファイバーズ、まあ、このエンジンなんですけど、ボアが90ミリ、ストロークが88ミリの 3.4 リッターです。でそれに P90 ヘッドで、ビッグバルブを入れて、圧縮がだいたい 12.3 シですね。あとインジェクションなんで、
モーテック制御をして50パイのスロットルと、タコ足は 50.8 パイの61をつけている感じですね。はい、タイヤはこれ29の今ドラスリ履いてるんですけど、29と今30で特化引っかえちょっとデータ取りながらやってますね。今これは 29.0 の 10.0 のドラスリです。スプリングレートは、12キロでガチガチです。うちはもうみんなガチガチ出してるんで、ガチガチの12キロですね。今までのベストが10秒3フラぐらいなんで、今日はそれを更新したいなと思ってきました。はい、どうでしょう、いけそうですか。いけなさそうです。なんか原因があるんですか。いろいろちょっとタイヤを変えたりとか仕様を変えてきたんで、ちょっとまだうまくセッティングが出てないです。あまり収穫がなくベストタイムを更新できずに終わりました。で、決勝でちょっとグリップしなくてちょっとぶつかりそうになったんで、今後その辺をちょっと修正してまた11月頑張りたいと思います。車は、一応 34GTR なんですけど、見た目はもう完全にノーマルを残したままライトチューンで、500馬力ぐらい出て、タービンを SS タービンに変えてますね。純正の見た目ノーマルを保ちながらエンジンだけ、次ちょっとタービン変えて600馬力ぐらい目指してみようかなと思ってます。はい、タイヤは、フロントが、横浜さんの A052 で、リアがフージャーのラジアルですね。やっぱりなドラッグやと後ろが食ってほしいんでフージャー履かしてます。04はもう3年、ちょうど3年です。はい、いやー、それがもう結構ブレブレでフライングしちゃったりもあるんで、ムラがありますね。ベストタイムは、去年の2月に出した 12.2 秒で、今日の目標はちょっと13秒台に入っちゃいそうなんで、13秒フラットぐらい狙っていきたいと思います。
選手ターゲットの。遅れたもんね。まあ予選からいろいろ不調だったんですけど、なんとか最後はタイム出せ、タイムは、まあ、まだまだベストタイムに届かないですけど、いい走りができてよかったと思います。決勝が終わりました。リアクションの戦いで負けました。いや、たまにはね、加藤君にも花をあげないとですね、やっぱ。いやー、でもね、いい勝負でしたね。ゴールで刺したかなと思ったんですけど、ちょっと足りなかった。やっぱ出だしがダメでしたね。ちょっといろいろやらないといけないことがあるんで、はい、頑張って、はい、リベンジしたいと思います。残念。